あ、こうやって解くんだって、はい、コツが大事ですからね。そう、はいはい、ワンポイントリリーフみたいなやつけど、はい、する分には全然ありだと思うんですよ。はいはいはい。武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はいはい、今その書店の参考書コーナーとか行くと、はい、センター対策の参考書ってめちゃくちゃ置いてあるじゃないですか、うん、受験生のみんなとか見て気になる本とかいろいろ出てくると思うんですね、はい、で、そこでちょっと1個質問してもいいですか。はい、はい、こういう質問が届いてます。直前期におすすめのセンター対策参考書ってありますか、という質問ですね。 あるっちゃあるんだけど、はい、直前に追加するもんでもないかなとは思うんですよ。うん、はいはいはい、センター試験で一番重要なのって過去問および実践問題集だと思うんですよね、うん、なんか直前期それやれば済む話な気がするんですよ、うんうんうん、だからなんか問題集追加してそれをおろそかにすると、ま、ろくなことにならないかなっていうところがちょっと思いますかね。みんなのセンター教科書とかセンター試験のテストが面白いこと取れる本とか、うん、こう解決センターとかね、うんうん、いろいろありますけど違うんだと。いやあれ、まあ、本来直前期にやるものじゃないと思うんですよそのセンターどうやってやるんだろうって対策考えて実際センター慣れして過去問とかをやり込んでっていう流れがあるので、うん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 、あの系の本やった後って、うん、センターの過去問とか実践問題集のやり込みがセットになってると思うんですよ、うん、基本的に、うんうんうん、あの本一冊で上がるわけじゃないと。そう、はい、このままこのタイミングでもし追加するとしたらいいですね、うん、まあ理科とか社会はいいですよまだ、うん、だけど数学とか国語とかをそれ追加してやったとして過去問とか実践問題しかほとんどできないで終わるんじゃないかっていうのが心配だけど、はい、いや僕も同じで結構科目によっても違うかなと思うんですけど、うん、まあ、英国数は結構演習重視やと思うんですね。で英国数は特に時間ないんでそこは本当あの試験時間内で解き切るっていう訓練をしてほしいなと、うん、はい、過去問とか実践問題集とかがすごく重要だと思います、うん、はい、で理科社会はどっちかっていうと演習も大事ですし、あと復習がめっちゃ大事やなと思いますね。大事だね、うん、今までの教材の方が新しく追加するよりも意味があると思いますね、うんうんうん、だからいわゆる講義系を読み込んだりとか、はい、あとはその使い方で工夫して例えばセンターの実践問題集を縦で解く、科学なら無機化学なら無機化学の範囲だけを縦に連続で解くとか、うんうん、数学の微分析も縦で解くみたいなことは理系科目とかよくやるじゃないですか。いかに参考書を増やさないで点数伸ばすかっていうことが大事な気がするんですよ。そうですね。ただどうしても点が取れない、やり方がわからない、はい、挑み方がわからないっていう、はい、例えばセンターの英語の第4問が解けないみたいな、はい、あグラフとチラシがわかんないみたいな、はい、そうピンポイントな悩みであれば、はい、決めるセンターのその範囲だけを読むとかは全然ありだと思うんですよ、うんうんうん、あこうやって解くんだってコツが大事ですからね。そう、はいはい、ワンポイントリリーフみたいなやつけど、はい、する分には全然ありだと思うんですよ、はいはいはい、これがじゃあそこができないからって言って全分野をそこだけ良かったはずなのに不安だからって全部やっちゃうみたいなことやったらその時間あったら過去問やったら良かったでしょってことになりかねないってことなんですよね。はい、あとありますかね、決めるセンター英語みたいなそのワンポイントリリーフに向いてる教材、まあ、短期攻略とか、 あ、はいはいはい、あとは必勝マニュアルとかね、あと社会とかだったら集中講義なんかもあったりしますよね、公民とかだったら政経の、はい、だからあの辺とかは結構使えるかなっていうふうに思うんですけど、うんはい、ただあくまでも優先順位的には過去問実践問題集および予想問題パック、うんうん、まあ、この辺りかなと思います、ね、なるほど、うん、はい、基本はその過去問とかそっちの方を集中して頑張ってほしいですね、はい、いやだからこれ受験生の子たちはやっぱ本当新しい参考書買いたくなる時期ではあると思うんですよ、うん、おーこれすげえ今までの本より良さそうみたいな、はい、なるじゃないですか。ちょっと待てと、今までの教材で十分だから今追加しちゃうと覚える量増えて大変だからと、逆に効率悪いよと、はい、あの新しい参考書買わないでっていうところは伝えたいんですかね、はい、本当に何か追加しなきゃいけないってことが分かってんなら、うんうんうん、追加するのありだよと、はいはいはい、だけど追加することは解決策じゃないこと多いよっていう話なんですね。はいはいはい、だからその本当の解決策っていうのは演習であったりとか、うん、過去問やる中でこうちゃんと自分の解決策見つけて、はい、でもし必要ならワンポイントリリーフで使うとかそういう感じですかね。そうですね、はい、根
拠ない救いを求めちゃダメだと思いますね。ああ、そうですね、うん、なんとなくうざそうとかで決めてダメですね。そう、あくまでもやっぱり自分自身の実力をつけることが一番可能性が上がることなんで、参考書を増やすのではなく、ね、ちゃんと今あるものを使いこなして点数を上げるってことを意識してほしいですね、うん、はい、というわけで、はい、センター対策参考書ってありますかという質問ですが、基本はないという回答になります、はい、なくはないけどそれよりも過去問だよって話ですね。あ、そういうことね。なるほど、はい、ということでした、はい、今回は以上です。学習管理アプリルート武田がなんと大幅にパワーアップしました。英語と数学2科目対応だったところがなんと全科目対応に。武田塾の勉強方法がこのルート武田に全て詰まってます。ルート武田の詳細とダウンロードは概要欄から見れます。ぜひダウンロードしてみてください。